どうもしゅんです。こんにちは。今日は、メンヘラテクノロジーっていう会社に来てます。本田社長のランランさんっていう方がいるんですけど、その方がメンヘラで、なんかさっきアメバ TV とかツイッターとかでもバズったりして、すごい注目の会社なんですけども、そう、僕すごいメンヘラの方と接するのが、なんていうかな、あんまり普段ないというか、高校の時にメンヘラの女友達から理不尽にビンタをされたりとかして、あんまりいい思いではないので、今日はすごいドキドキしてるんですけど、ビジネスメンヘラじゃないのかとか、本当に実際メンヘラなのかとか、事業内容とか核心の部分に迫っていけたらなって思います。ということで、いきましょう。どうもしゅんです。こんにちは。どうもランランです。はい、ランランさん、ありがとうございます。今日は、なんていうんですか、メンヘラテクノロジーっていう会社の社長のランランさんにインタビューさせていただくんですけども、なんかさっき聞いたんですけど、石川県出身っていうのを言ってて、はい、そう、僕も石川県出身なので、すごい勝手に親近感が湧いてるんですけど、でランランさんはどうして起業しようと思ったんですか？もともと起業したかったとかではないんですけど、はい、まあ、彼氏と喧嘩をして、はい、喧嘩したんです。喧嘩、めっちゃ喧嘩して、はい、なんかすごい飲食店でわーって泣き叫ぶぐらいの喧嘩をして、はい、でなんかその喧嘩の内容が、彼氏が会社をやってるんですけど、彼氏の会社の役員にしてほしいっていうのを、はい、まあ、前々から言ってたんですけど。なんで役員にしてほしいんですか？干渉したい。干渉したいから。なんかすでに結構干渉してる方だと思うんですけど、はい、まあ、なんか役員になればもうちょっとがっつり影響力を持ちながら干渉できるし、はい、社員旅行とかに行くのがやっぱり嫌じゃないですか、彼氏が。嫌なのかな。嫌ではない気がする。彼氏ともついていけるなって思って、はい、なるほど。じゃあ彼氏にその干渉するために役員になりたいと思って、役員になるために、その、なんていうんですかね、実力をつけようと思ったってことですか？そうですね。なんか、でもそんな彼女だからいきなり役員にしたら社員の方はハッてなるじゃないですか、はい、だから無理だよって言われて喧嘩になって、はい、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、なんかそれなりの実績とかあれば別にいいけど、ないでしょみたいな言われて、うん、じゃあ起業して実績つけます。軽いなっていう感じで起業したって、はい、個人化しますって感じで、割とフランクな感じでしたんですね。そうですね。ビジネスメンヘラじゃなくて、ちゃんと、ね、めっちゃそれ言われます、はい、ビジネスメンヘラになりたいですよね。でそれのなんかメンヘラテストみたいなのがあって、メンヘラ診断をしていただこうと思います。僕ちなみにこれメンヘラ度 30% でした。 80% じゃないですか。確かにメンヘラだった。じゃあ今はその事業内容的には何をしてるんですか？今は、はい、一つこの前、やってた事業アイディアは、はい、なんかちょっとうまくいかなかったので、はい、新しいのを今作っていて、はい、2つ進めてるんですけど、はい、一つは、メンヘラが歩く、メンヘラが歩くアプリ。何ですかそれは？なんかすごい好きなんですよ、彼氏のことが、はい、でも好きとか愛してるとかいっぱい言っても表現しきれないというか気持ちがあって、はい、で、まあ、嫌なことをしてでも反応、その好きな気持ちを伝えて反応をもらいたいっていう欲求が、どういう欲求なんですかね。嫌な、かまってもらいたいってことですか？そうですね、なんかもう好きっていっぱい言っても、はい、まあ、反応してくれない時とかもあったり、はい、でなんかだからちょっと嫌なことして、はい、反応、それでも反応してくれた方が嬉しい。意地悪をして反応してもらいたいっていう欲求があるってことですよね。で、まあ、でも嫌なことしただけ嫌われるじゃないですか、はい、だからなんか新しい愛情表現の方法があったらいいなって思って、はい、歩いて愛情表現するみたいなアプリを、はい、一つ、歩いたことによって愛情表現ができるんですか？そうです。どういうことですかね。歩数で歩いた距離、歩いた距離で、なんかあなたのために私は10キロ歩きましたみたいな、はい、まあ、なんか10キロとか歩かれたら、はい、10キロ俺のために歩いてくれたんだみたいな、ならないですか？ならないな。なるのか。あ、でもなるのかな。まあ、確かに自分のために歩いたって言ってくれたら嬉しいっちゃ嬉しいかもしれないですね。で、重くないですか？あ、重いのがいい。なんかそのうち私もだから100キロとか歩いて送りたい。すごい、どういうふうに受け止めたらいいか分からないかもしれない。100キロ歩かれたら、まあ、で
言霊ですか。はい、それの表現ができるアプリを作ろうとしてるっていう。で今2月末にリリースされるっていうのはそのアプリ。あ、そうですね。それが2月末ぐらいにリリースするんです。あ、すごいな。それを本当に形にできるっていうのが本当になんか実行力があるんだなって。彼氏はどう思ってるんですか、今のランランさんの活動について。怖いって言ってますですよね。今はその、ね、交際活動は、交際活動というか交際はうまくいってるんですか。こっち作るのにちょっとエネルギーをが分散、若干して、はい、彼氏100みたいなのが、はい、なんか 10% ぐらい多分こっちに向いてるので。 10%? なんかそれでちょっと気持ちが私的には楽になって、はい、彼氏の負担が少し少なくなってる。すごい。かまってほしいですね、ひたすら。ひたすら、うん、電話とかもかけたりしますか。ああ、なんかリダイヤルアプリとか使ったら結構楽に、その何回も着信なんですか、リダイヤルアプリって。何回も。なんか10秒にかけて切って、かけて切って送ります。やば、やばいですって、それやめましょうって。まあでもそれによって、そのランランさんは、なんですかね、安心するというか、それも分かってくれる彼氏っていうことですもんね。はい、ランランさん自身は、そのメンヘラテクノロジーっていう会社を、今後なんかどうしていきたいとかって。どうしていきたい、あんまりない、あんまりないですね。じゃあランナーさん自身は今 M1 大学院の1年生ということで就職も考えてるんですか。就職をしたいなと思ってます。あ、じゃあその就職した時は今の会社をやりながら、もしくはやりながらできるところもないで就職したいな。あ、いいですね。あのエンヘラテクノロジーって会社を持ってる時点で、はい、アウトの会社が多そうではあるので今困ってるんですけどどういうところに就職したいとかはありますか。どういう業界とか。私自身は機械学習とかを使った研究をしてるので、はい、なんかそういうふわっとした感じで。じゃあまさに今就活中というか。そうですね。今度の就活イベントも来ていただけるということで本当にありがとうございます。じゃあ今後は何て言うんですかね、結構成り行きかもしれないけど生きていくっていう感じですね成り行きで生きていく。成り行きに。そうね。はい。なんか彼氏以外のことにあんまり興味もないというか。はい。なんで他のことをそんなにこうなりたいとか強い願望はない。ちなみになんかちょっと関係ない質問なんですけど、僕のなんか標本調査というか今までの経験上、なんかメンタルヘルスの方はマイメロディーとリラックマが好きっていう傾向があると思っていて好きですか。私マイメロの、はい、マイメロと散歩する記事を書いてたことがあります。マイメロと散歩、散歩を話してもいいですか。はい、やっぱり、仮説仮説実証されましたそう、私がマイメロディーと散歩する担当があって。おー、ガチじゃないですか。実証されたわ。じゃあマイメロは好きですよね。そう、リラックマはどうですか。リラックマは本当に、じゃああれですね、本当に彼氏がそのランランさんの人生を左右したというか結構影響があったんですか。結構大きかったですね。それまで単位とか3単位ぐらいしか半年で取れなかったりして、はい、めっちゃ学校とかも全然行かなくて遊びまくって、はい、よくない方向に遊びまくってて、それがなんかちょっと更新された、更新してくれた、はい、なんかそういうところじゃなくてもちゃんともっとできることいっぱいあるしすごいと思うよみたいなのを彼氏が言ってくれて、うん、レターとかも文章書けるのすごいねみたいな言ってくれないじゃないですか、同年代の男子とか、はい、っていうのを言ってくれて、なんかだいぶまともになった。あ、じゃあめちゃめちゃ彼氏の影響が大きいというか、うん、じゃあ結構あれですね、結婚とかも考えてるんですか。不倫して、はい、離婚するときに慰謝料ってなんか300万とかが、まあ、400万ぐらいが上限らしくて、はい、で浮気されて3、400万で許せるかなって思って、あんまりなんか大したことないなって思ったらあんまり結婚に対する憧れがなくなって、はい、なんでまあ別に必要があれば、ってか子供とか、はい、なんでそこまであんまりない。あ、意外に現実的なんですね結婚っていう制度に甘えたくない。自分でちゃんと束縛したいって感じ。すげえ。もしも、ごめんなさい、もしもなんですけど、もしも彼氏が浮気とかしてたらどうしますか。相手の女殺しそうですね、
わかんないね、そういう経験がないね。相手の女を殺すんですね。一旦まずそっち殺して。絶対に彼氏さんは浮気しながらいいと思います。監禁はしたことありますか、ちなみに。あー、したいけど無理です。無理ですよね、確かに。カメラさんお会いした時にすごくなんていうんですかね、メンヘラ感は全然伝わらなかったので、すごい今楽しそうだなっていうのは普通に直感的に思うんですけども、社会適合モード、社会適合モードっていう2つのパターンがあるんです。ロールパンダちゃんみたいな感じで青と赤があるみたいな感じですか。あるんですか。信用るんですか、やっぱり情緒っていうのは。いいですよね、なんかそのなんていうか、自分のその個性をしっかり発信するっていうのがすごいなって思って。あー、なんか自己防衛的に発信してるって感じですかね。なんか例えばそのさっきの100人いるとこで泣いたっていうのも、はい、私がもうメンヘラなんですっていうのを結構もうみんな知ってて、メンヘラテクノロジーって会社やってて、あ、泣いてるってなったら、あ、本当だみたいな。わかんないですけど、その帰った時に彼氏に泣いちゃったんだみたいな言ったら、よかったじゃん、ちゃんとブランドイメージがみたいな。まあ、なんか何の防衛ですか。でもなんかそのそこで言ってなかったら、なんかそのあの子大丈夫かな、ヤバい子かなみたいな思われちゃうとか。でも私がメンヘラテクノロジーってやってます、メンヘラですって言ってから、おお、なるほどみたいな、全然なんかヤバい子って思われないっていうか、大丈夫みたいな。そうですね、そういう人にメンヘラだったんだねぐらいの感じで終わるんで、そういう意味で結構初めから弱いところを言ってしまうのが私の防衛方法って感じ。あ、いいですね、それ。でなんか全国のメンヘラの方にお伝えしたいこととしては、やっぱ自分がメンヘラだっていうことをしっかり発信するっていうことが大事っていうことですか。他のメンヘラは分かんないということで、ランランさんが来月リリースされるアプリとツイッターのリンクとかも貼っても大丈夫ですか。ありがとうございます。とかも貼っておくので、ぜひ気になる方はアクセスしてみてください。お願いします。ということで今日はありがとうございました。貴重なお時間ということで、今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。ありがとうございます。ありがとうございます。男嫌なんですか。魅力的じゃないですか。なんか優しい男とか。高校生ぐらいの時ですかね。いたんですけど、もうなんか浮気しまくっちゃって。どっちがですか。私がつまらんかった。浮気しても許してくれたりするんですよ。仕方ないね、俺が構ってあげられなかったから悪いみたいな。それがもうムカついて。私で怒ってほしいみたいな。怒ってほしいの。どういう感情なんだろう、それは。なんか別にじゃあ私じゃなくてもいいじゃんみたいな。女心マジわからない。女心難しい。